エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。とにかく大勢の人間を殺した。戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで突然全てを奪った。でもあの軍港が健在だったらすぐさまマーレ軍はこの島に報復攻撃しただろう。パボクの道は断たれたけど、やるしかなかった。あの日の君たちのように。ねえ兄、何か答えてよ。勝てなきゃ死ぬ、勝てば生きる。戦わなければ勝てない。戦え戦え。